中学校が一緒だったという監督と、私が1個上なんですよね。そうそうそう。ランリさんの方が先輩っていうことにまたびっくりしましたけど、ね、そうなんですよ。一人でこっそりあの映画見に行ったんですね、沖縄で、はい、拍手してくれて、あのミラクルシティの話ということで、うん、はい、あのミラクルが起きた現場だというふうに伺っているんですけれども、はい、急なん来たな、台本通りです、急なん来たで、ミラクル皆さん現場でありましたか、うん、ありましたね。じゃあ、うん、ランリさんありましたか、うん、まさにあの私普段はあの沖縄出身なんですけど、普段は東京で活動させていただいてるんですけど、はい、この沖縄での舞台の撮影があるってオファーいただいたときに、はい、初めてお会いしたときに、はい、撮影現場がまさにその学生時代、もうまさに遊んでいたあの小座、うん、そうですね、でしかも同じ学校の、はい、中学校が一緒だったという監督と、あ、そうか、はい、そうだったんです。それがまさにミラクルでしたね。本当にこれは衝撃的でした、ね、衝撃です。しかも1個違いだったんで、1個上の先輩、あの私が1個上なんですよね。そうそうそう、そうなんです。中学校なので、それが一番衝撃的にミラクルな出来事です。オレンジレンジさんも一緒の中学校です。そういうことになりますね。しかも。ランリさんの方が先輩っていうことにまたびっくりしましたけど、ね、そうなんですよ。僕もびっくりしました。うん、絶対先輩や思ってた。意外と。そうなんですよ。ゆうきさん、ありますか？ミラクル出来事。はい。私は本当最近の話なんですけど、うん、はい、一人でこっそり、あの映画見に行ったんですね、沖縄で、はい、このミラクルシティ、はい、あの試写会で1回見て、その2回目は本当最近、一人でこっそり映画館に行って見に行って、でお客さんもあの結構何名か入ってくれていて、でちょっと最後まで見ていて、エンドロールが終わったら、あのこれ誰にもまだ話してないんですけど、拍手してくれて、あ、私今まで映画見てきてこういうことなかったなと思って、しかもこうやってみんなと一緒に出ている映画で拍手してくれる人がいることにすっごい感動して、あのお礼言いたかったけど、あのこっそりこうやって帰りました恥ずかしくてでも嬉しかったです、本当に。それかな、最近のミラクルですね、はい、私にとっての。いや嬉しいね、拍手は嬉しい、うん。